ジャイアン。ジャイアン。あ、本当だ。ゴールドだけシール。さっきのロード早いわ。まあね、プレステ5は伝説のゲーム機とかしてるから。ほとんどの人が手に入らない。プレステ6とか出るときにどうなんだろう。今ならプレステ6を買えばプレステ5がついてくるとかやってくれるかもよ。いらねえ。あれ開幕したんだけど。え、センターおらん。ジャイアン優しい理由ってベトナム帰りだからやろな。ジャイアン、壮絶な戦争を繰り広げてきた。We're taking control. ああ、来ねえなーと思ってフラグ投げたらもうスナイパーを覗きに来るもんな。あるあるだもんな。はあ。足音でけえな。でけえ。え、今回センター静かすぎてやることねえぞ俺。両脇に来てください。両脇行くわ。ああ、反射。あ、キル入った。ハンドガンで待ってるか、そこ。ハンドガン、ショットガンではなくハンドガンか。おい、大田武史スナイパー構えてるよ。ジャイアンっぽくないな。なんかガタイもジャイアンっぽくないな。あ、これ敵。ベトナム戦争と聞くとね、うん、あのランボーって知ってる映画。わかる。有名だよね、うん、あれ主人公ね、ベトナム戦争帰りの機関兵っていう設定なんだよね、うん、でなんかベトナム戦争に行った兵士ってフラッシュバックとかなんかその辺で苦しむ、いわゆる PTSD っていう病気になる人が多いんだよっていうのがあったんだけど、当時はあんまりそんなに認知されてないっていう、そういうなんか孤独なお話が結構繰り広げられつつ、あの、うん、武器持って乱暴に戦うんだけど、乱暴に戦うんだけど、絶対ジャイアン M60 ぶっ放してんじゃん。持ってそうだわ。あ、ちょっと待って、やめろスナイパー。確かね、ランボーね、来年、ん？来年？確か来年にシリーズ完結作が入るはず。はい、そうなんだ。そうだよ。主演のスタローンもうおっさんだよ。もうベトナム多分関係ないよ、あんまり。ベトナム関係ない。来年完結編やりますね。ああ、来年か。めちゃくちゃ鬼滅の刃が流行ってるけど、ね、見たことある？ないないんだ。俺もないんだよね。わかんないんだよな俺。そう、映画の流行り具合とかがよくわかんない。ただジブリを超えるレベルで流行ってるっていうことぐらいしか。あ、そうなんだ。俺マジでわかんねえよ。なんか妹を救う話だよってことぐらいしかわかんない。ナパームって確か今じゃ禁止だったっけ？ナパーム、そうなんだっけな。クラスター爆弾が禁止っていうのは知ってるけど、ナパームはどうなんだっけ？
ゴータタケシが救ってくれた爆弾で救ってくれた荒々しいぞゴータタケシ。戦闘絶対いねえと思ったらいた。ジャイアンのマシンできたか。敵と会えないな。ショットガン撃つか。あったら死ぬんだよな。あれ郷田武史最強。今のヘッドショットなのか本当に。Hostile artillery targeting active. Artillery inbound.C-trap, napalm strike inbound. Oh. あら、戦隊いたわ。お、なんてとこに。バスの上で、バスの上でガン待ちしてるやつはもうミサイルお見舞いしてやる。なるほど。あんな存在感ある場所で待つか。強すぎるね、ユージ。ああ、今弾出てれば。あ、サムターレットってヘリも狙う。おい。働いた。やっと働いた。マラツィラゼチキ。ヘロー、レッドベース。ソビエト・ドメネツ。覗いてただけだけど。あれはゴータ・タケシ。あれはスナイパー。ゴータ・タケシ。うまい。これ、覗くの遅い方じゃん。でも早いな。ジャイアンとは思えない繊細さがあるけど。